どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、クレハを使って遊んでいこうと思います。今日使うクレハ編成ですね。こんな感じになります。はい。クレハとエルフリーで合わせた編成になります。まあ、編成難易度がね、まあ、めちゃめちゃ低いとかっていうわけではないんだけど、指現象の敵キャラが来ない限りはめっちゃ楽に勝てます。で、指現象の敵キャラが来てもパズル上手ければなんとかなります。敵がやばい。今日はこちらのクレハ編成使って遊んでいきます。リーダークレハです。遅延2つリーダーチェーン体制です。エルフリーで、超学生10です。上限解放にメビウス武器継承。エルフリーで、こちら上限解放にアイアンマン武器継承です。からの、ジョースケ、遅延2つ特目覚めに玉ドラ武器継承。そして、ハンコック、スキルブースト潜在にクルセイダー武器です。ラストフレンドクレハ、遅延6つつけてあげて、こちらアマージュ武器です。HP 強化とかつけてあげた方が強いですね。アマージュ武器は絶対スキルブ1でお願いします。もしスキルブマックスにしちゃうと、闇ヘキサジョンが来た時に、あれなんですよ。ヘイストもらっちゃうんで、できればスキルブ1の方がいいかなって感じになります。はい。まあ、今日はね、こちらのクレハエルフリーで編成を使って遊んでいこうと思います。今回の編成ね、サンタさんから編成の方をお借りしております。ありがとうございます。もうほんとエルフリーでクレハはほんと全てを破壊できる火力を持っていてめちゃめちゃ使い勝手がいいので、今日はこちらの編成使って遊んでいこうと思います。やっていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていきましょう。まずは1階層です。とりあえず、クレハ撃ちましょう。クレハ撃ちましょう。エルフリーで打ちましょう。ジョースキー打ちましょう。クルセダー打ちましょう。あ、間違えた。1コンボ組みます。まあ、ええわ、もう。はい、クルセダー打ちます。やりたかったこととは違うけど。クレハ打ちます。いいです、いいです。今日僕も疲れてるんで。ずーっとパズドラやってるんでね。無効感組みながら倒していきます。12コンボです。とんでもない事故はありましたが、まあ別にいいでしょう。やっていきましょう。さあ2階層、ここもクレハ打って殴っていきます。クレハ打ちましょう。で、吸収無効で倒していきます。さあ、続きまして4階層です。あ、間違えた、3階層です。ここもエルフリーで打って倒していきましょう。ちなみにエルフリーで陣を打った時に、火が6個なかったら、大パンしてやめてください、今日は。僕までにあるんで、超低確率であります。あ、火ないやんけ、みたいな。6個。たまにあるんで、ぶち切れましょう、その時。光が6個ない分には大丈夫なんですよ。火が6個ない場合だけ終わりなんで頑張ってください。で、続きまして4階層です。まあ、ルーレット入ってないんでね、そう、本当に火欠損したら終わりなんで、その時はマジで切れるしかない。指が7秒なんで結構パズル力必要な編成になってます。この編成はパズル苦手な人はちょっと厳しめな編成かもしれん。火と光の6個消しを3秒ぐらいで組める人なら十分使えるかなって感じ。途中指現象を食らうんでね、そう、3秒ぐらいで組めないとまずいんで、そこさえできれば安心です。はい、これで倒していきます。で、続きまして5階層です。ここも無効感でワンパンしていきましょう。一旦エルフリーで打つか。はい、無効感2セット組んで倒していきます。11コンボです。これで突破していきましょう。で、続きまして6階層です。ルベンス初手1コンボ組みます。で、クルセイダー打ってあげて、クレハ打って倒していきます。
必ず残り1で突破してください。リスクを負いたくない人はゼロコンボがおすすめです。6個消し以上だよね、確かエルフリーデって。だこれで一緒 OK。 11コンボ組んで突破していきます。こいつめちゃくちゃ柔らかいんで普通に倒せます。このまま倒していきましょう。で続きまして7階層です。はこのままエルフリーで打ってワンパンしていきます。で12コンボ組んで突破していきます突破していきます。はい、で8階層です。ここは特に攻撃もないんでこのまま倒していきましょう。クレハ打ちます。これで2列組んであげてワンパンしていきます。14コンボです。これで突破していきます。 OK。 さあ続きまして7階層を超えて8階層を超えて9階層です怪しいな。あ、エルフリーで打っとこれ。でしっかり回復しながら倒していきます。13コンボです。13、14、15。さあ、これで突破していきます。やばい、やばい、クレハ打ちだ、やばい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 、バカでした。ごめんなさい、皆さん。すいませんでした。間違えました。クレハ打ってください。すいません。すいませんでした。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。よし。よし。あっす、危ねえ。事故ったかと思った。事故ってね。はい、10階層。はい、ワンパン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 。ちょ、ただね、俺が頭おかしいように感じている人いるかもしれないけど、実は違うくて、喋らないと咳出るし、喋っても咳出るんですけど、大声出したら咳出ないですよね。僕が狂ってるわけじゃないです、これ。咳出さないために今対策してます。でこういう声ってなるんだけど、大声出してると、ワンバンワンバンって喋ってるの出ないんですよ、咳一切。咳を出しながら喋ってるから。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこれですって、これわかる。咳を出しながら喋ってるんですよ。あ、すいません、どうでもいいですね。はい。で、ここも倒していきましょう。1個上なんだよね、はっきり言って。ここでさ、ヒーロー欠損したらさ、俺さ、どんな顔して取り直せばいいんだろう。やべえ、怖くなってきた。でもね、それを超えるぐらいの強さがある死体値早いからね、やり直すのもめっちゃ一瞬だから。で、まだ今現時点これ13分だから7分しか経ってないですからね、ここまで。これ7分っすよ。7分めちゃくちゃ早いんだよ、本当に。7分いや、本当に7分なんだよね。マジで早いっす。で、ここは軽減ありの状態で倒してあげると大丈夫なんで。クレハ打って倒していきましょう。必ずこのクレセイダー軽減みたいなのが必要ですが、ちゃんと6ゲシ6ゲシ入れてあげると次の先生は耐えれます。まあ、回復温存しておくかエルフリーで打てるかどっちかはまあ欲しいですね、次の階層のために。はい、これで突破さあ続きまして13階層です。いきますよ、3よろしくお願いします。はい、ここはね、次何階層だっけ、それによるんだけど、14じゃん、やばいじゃん。じゃあ、待ってね、まず、ちょっとこれ考えよう、一回。一回、クレイジーダイヤモンド打つじゃないですか。クレセダも打つんですけど、エルフリーだけで倒すのは無理でしょ。でも、クレハだけだと回復が足んない。じゃあ、一回エルフリーで回復を挟もう。次突破するわ。どう、このアイディア。でもこいつが何の行動してくるか全く知らなくて、俺今超リスキーな行動取ってる、これ今めっちゃリスキー。こいつが何してくるか分かんないから、こいつの行動がやばかったら意味ないし、第一火力が高くても意味ないし、何してくる、それは大丈夫よ、それは
全然いいじゃん。よくない。いや耐久、あ、オッケーオッケー、いや耐久、いやさすがだなマジでクレハは本当に。はい、温存したい、ちょっと温存したい。何？いい、全然いい、全然いい、ナイスナイス。じゃあここはクレハ打って倒していきます。オッケー、ちゃんと回避コム入れながらのこれで突破していきます。ナイスで HP ちゃんと回復してて軽減ある状態で突破していきます。14回走、これもね多分ワンパンできるんだよね、この編成強すぎてワンパンできちゃうもん。待って、4コンボ減少だけど大丈夫これ。いやだって6コンボ組むだけだから絶対大丈夫でしょ。でも回帰力減少がうざいんでちょっと待ちます。一応残り2で殴ろっか、まあ、一応ね保険でね、保険って大事だからやっぱりね、保険がないよりはあった方がいいから。ヘルフリーで打ちます。まあ大丈夫だと思うけどね、いきます。なクソ盤面なんてなかなかないから素晴らしいね、これはこれは逆に素晴らしすぎるだろう。はい、11コンボ組んで12、13、さあこれでちょっと回復もしつつワンパンしていきます。ナイス。ラクドラって先生ないよね、ないイメージがあるんだけど、あったらやばい、ないイメージはあるの、もしあったらめっちゃやばい、ないイメージがある。あ、弱いか、ないよね。え、何？どっち？あんの？ないじゃん、ドッキリじゃん、やめてよ。で攻撃がないイメージがあるの、あったらやばいけどないイメージがあるのね。信じるべきは直感じゃない？いいね、オッケー、行くよ。必ずクルセイダー打ってあげて、いきます。こう、じゃ弱化消しとこでこれで弱化ドロップもできるだけ消しつつ13、14、さあこれでワンパンしていきましょう。強すぎマジで。そしてボスまだ8分残ってるんだけど、8分、これマジで残りすぎじゃない？ちょっとさすがに、え、ガチで強いじゃん。行こう行こう、削ろう削ろうもん、これやばい、調子乗った、みんなやりすぎた。木がな、これな、弱化ドロップなかったらなんなら削り切れたまであるんだけど、しゃあないね、これは。なんで今の追い打ち。さあリナフレヘイストがあるのね、これだから殴っちゃっていいのよ実は。いきます。何もできんよこの盤面。泣いた、どういけ、言ってよ言ってよ、それは先に言っといてよ、そんなことできるな。さあこれ玉だろ打ってヘイストしようね。え、じゃあ行きます。これで半分まで削り切りましょう。影響もあるしね、大丈夫、行きましょう。当然 HP は全回復で削ります。
はい、このまま半分まで持っていきます。で、これが間違ってなければ確かあれがあるはず、テイストがあったはずで、耐えれるはず。 OK、 完璧やね。で、アマージュ打ちますA フリーで打ちます。ここアマージュがあるんで、万が一番目やるくても大丈夫だけど、いい番目クレハ打ちましょう。いくよー、倒すよー。さあ、ということでね、ラスト突破していきましょう。いきます。さあ、ということで今回はですね、エルフリーデとクレハを組み合わせたクレハループ編成で殺し屋も楽々攻略する動画でした。もうほんと簡単に、ちょっと待って、ちょっと待って、何が起きた、何が起きた、今何が起きている。そして負け負けが負け負けなんだったらもう負けいい。ちょ、あのさ、普通にワンパンできると思ってたね。えねえ、だって今使ってる編成がだってさ、エルフリーデじゃないんだもん。終わったじゃん。いきます。ちょっと削ってから殴ってもらえれば勝ち確なんでね、はい、ぜひやってもらえればなと思います。さあ、ということで今回はですね、エルフリーデとクレハを使って倒せ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 、ご視聴ありがとうございました。バイ。まあ、一応あれだね、あの確実に半分まで削る際は、例えばジョウスケのスキルを合わせてあげるか、そう、半分の時にジョウスケのスキルを合わせてあげるか、もしそれが打てない場合は一旦ちょっと控えめ火力で殴ってあげて、ちょい控えめで殴るみたいな感じだね。で、殴ってあげてからこのミリ発狂だけ注意すれば大丈夫なんで、ちょっと控えめ火力2列だけで止めてあげて、あとは突破って感じしてあげるかやってあげれば、まあ、問題なく勝てるかなと思います。はい、まあ、最悪ダメージ無効スキルもありますけどね。そうそうそう、でも発狂食らっちゃったら元も子もないんで注意してください。はい、ということで今日はね、サンタさんのエルフリーデ編成を使って遊ぶ動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。